こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は一人でできるもん最終章です。前回の落葉炎上も一人。今回も一人です。三国志5の一人君主は全部で3人なのですが、彼が 66.7% を占めています。しかも、今回は難易度が高いです。なぜ、生き残れたのか不思議なくらいです。では早速スタート時点の危険性をご覧ください。今回の甲冑さんも賞にいます。今回のプレイの難易度が高い理由はこちらです。この2大勢力がいるため難易度が跳ね上がります。特に聴覚は、開始2ヶ月後にほぼ間違いなく、攻め込んできます。非戦闘タイプの甲冑ではまず勝てません。しかも、お隣の都市にいるのが、飛行将軍と人工将軍です。長領はまだ妖術を覚えていませんが、情報はすでに習得し、いつでも放ってきます。こんな相手に数倍の兵力差では、勝てるはずがありません。そんな危機的な状況ですが、序盤再生することができれば、なんとかなります。では、ここから甲冑が生き残るための方法になります。まず、甲冑が生き残るためには、準優か準育を獲得する必要があります。この2名が在野にいない場合はリセットしてください。彼らなくして2大勢力との差を、なくすことはほぼ不可能です。この2名以外にも僧侶が在野にいますが、彼ではこの苦境を乗り越えるには力不足です。なので準育、準優のどちらかが、加入したら必ずセーブをしてください。そして、ここからは運になりますが、2ヶ月目の順番が聴覚が先になると、ほぼ間違いなく攻め込んできます。軍師キャラが1人増えただけでは、どう転んでも勝てません。祈りを込めてターンエンドを押しましょう。そして、運よく聴覚より先にターンが回ってきたら、次にするのは同盟です。時代は黄金の乱なので、周りの刀剣や狂言はすぐに同盟を結んでくれます。しかし、所詮は雑魚なので、またよく叩きのめされてしまいます。ここで同盟を結ぶ相手は、時代と逆行して聴覚です。大金を使ってなんとか成立させてください。ここまでできたら運に頼るのは終わりです。次に行うのは人材集めです。この時代にも引き抜きやすい武将が存在します。彼らなくして強敵と戦うことは難しいです。それでは紹介します。まずは聴覚配下の周遭です。武力82なので終盤まで働いてくれます。聴覚配下で中性84なので、軍師キャラがいるならほぼ間違いなく引き抜けます。有名がないため、動員兵数は8000ですが、貴重な人材なので確保したいところです。続いて董卓配下の範中さんです。中性86なので引き抜きはしやすいです。しかも、有名が割と高く、使用可能な陣形も優秀です。ぜひとも戦列に加えたいですね。3人目は聴覚配下の寛大さんです。武力が93もあり、黄金属最高峰の強さです。使用可能な陣形が少し微妙ですが、何度も戦場に駆り出せば、いずれは他の陣形も習得するでしょう。最後に提言配下の呂布です。言わずと知れた最強の武将です。なので語ることはありません。中性は90で、提言に対して反感があるようです。虎を手に入れれば族など恐れることはありません。他に引き抜かれる前に配下にしたいですね。以上の4名がおすすめ引き抜き武将です。他にも加工トンや加工炎などが登場しますが、どこで出てくるかわかりません。なので期待しすぎは禁物です。先ほどの4名プラス数名が集まったら、あとはひたすら兵士を集めて、内政に励み、力を貯めてください。次に各国の情勢について解説します。まずは2大勢力の一つ、家臣です。家臣は曹操や袁紹などを配下に従え、大将軍として指揮を振るっています。しかし、その実態は妹が玉の腰で嫁いで、成り上がっただけで、本人に実力は、ほとんどありません。そんな家臣ですが、このシナリオでは序盤に、袁、徐なんと勢力を拡大していきます。
と同時に腰周や腋臭へと伸びていきます。そのため抗菌族と序盤に戦っていこうは、急拡大した土地に武将を送り込んで、動かなくなります。しかし、天下に名だたる武将が、続々と登場するため、こちらが戦える頃には大勢力となっています。続いて抗菌族の強拡です。スタート時点では、一大勢力であることは間違いありません。その力で周りの弱小を、立て続けに倒していきます。しかし、肝心の強拡が寿命が近いため、中盤以降は劣勢になっていきます。ただし、情報と強量の強大が存命のため、下手に攻撃をすると妖術の餌食になります。同盟期間中に十分に力を蓄えたら、妖術強大をなんとか手に入れたいところです。次に孫権です。孫権は速攻で有用を攻め込みます。そのまま妖襲、慶襲まで伸び、家臣と並んで大きな勢力へと成長します。孫後の礎を築いた後は、天下に一番近い勢力かもしれません。最後に有縁です。この時の有縁配下に、劉備次兄弟がいます。そのため、武将の質は高く、侮れない存在です。唯一の救いは、過酷には有力な武将が少なく、二大勢力が近くにいるため、勢力拡大に時間を要するところです。攻中プレイなら中盤で倒すべき相手です。それでは最後に実際のプレイをご覧ください。それでは攻中プレイをやりましょう。難易度は上級です。相変わらずのヘナチョコ君主ですが、私は負ける戦はしません。では、まず在野武将の確認です。違った。総量ではどうにもなりません。やり直しです。13回目のやり直しです。ようやく先に進めそうです。しかも、準育、準優と最強コンビです。これは最高のスタートです。よし、次のステップに行けるぞ。ここで必ずセーブです。武将一人だとやることが少ないですね。抗菌族が攻めてこないことを祈りつつ、ターンエンド、運よく生き延びました。おや、まだ準優がいるみたいですね。準育さんはこの後のために人事にします。これで同盟締結が成功すれば、準備は整う。抗菌族の頭にじきじきに会いに行くって、私はコマンドでポチってできますけど、単純に怖いですよね。手土産は多めに包んでおきましょう。ダメなの。なら、条件を変えます。うほ、いけますね。ならば、値切ってみせる。この札束で黙らせてこい。これで序盤は完璧です。無事に序盤の難局を乗り切りました。これで当分、戦争の心配はありません。さらに刀剣が同盟を申し込んできました。これで周りからの脅威はなくなりました。急ぎ人材確保に動きます。早速、周桑さんを招き入れます。強拡が予定通り弱小を潰しています。二大勢力が拡大していますが、我々も考えを招き入れます。そして、ついに二大勢力の争いが始まり、我々に援軍要請が来ますが、全員仕事を与えているため、援軍にはいけません。なんていうのは口実で、抗菌は所詮、俗です。私は俗に魂まで売ってはいない。孫権も領土拡大を始めました。周りが動く中、交流が加わります。彼には内政担当として活躍してもらいます。続いて董卓配下の範疇さんも、引き抜きに応じます。家臣と董卓の戦争が激化します。リアル J1 は、のび太を、ひたすら追いかけ始めます。そして、我が軍に、欲が加わります。これで武将は揃いました。
ここで1年が経過しました。この時点の国力はこちら。兵士は3万弱ですが武将が8名になり、あとは兵士をかき集めるだけです。しかし、ついに張角との同盟が終わります。今の兵力ではどうやっても勝てません。張角との同盟が終わったので、家臣に鞍替えします。家臣、当然と三国同盟があるため、張角も下手に手を出せない状況です。1年間の月日が経ち、呂布のいなくなった提言が家臣に狙われ始めます。我らは同盟のおかげでひたすら内政に励み、評価が進みました。兵糧が減っているのは、不作による民衆への施しのためです。提言の追いかけっこが進みます。スタートから3年が経過しました。周りが恐ろしいまでに拡大しています。家臣との同盟が切れましたが、再度、同盟関係を結びます。そして、単独で5万の兵士を保有するまで、成長ができました。両角配下にいた心配を獲得します。そして、ついに決戦の時がやってきます。187年7月から再開します。秋の収穫が終わり、もう少し歩兵が進んだら、攻め込もうと思います。と、思っていたら向こうから動いてきましたね。いいでしょう、今までに英雄を、飲まされ続けましたが、今日でその関係は終わりです。今回、刀剣に援軍要請をしました。理由は、家臣用の受難の兵士が少なく、援軍到着に時間がかかるからです。川を越える部隊はこちらに来るまで、時間がかかるので、何としても、先に左の部隊を殲滅したいところです。今回は地の利があります。刀剣の援軍さえ来れば、形勢は大きく変わる。黄金族の武将は、政治、知力はありませんが、武力が平均で70近くあり、伏兵を覚えている武将が多いので、なるべく山か平地で戦いたいのですが、そうも言ってられない状況ですね。幸いなのは、張良がまだ妖術を覚えていないことです。そのおかげで無駄な攻撃を受けずに済みます。上の部隊は対岸にいるので、まだ余裕がありますね。敵は城占領を目指しているようです。戦術を使えば状況は変わっていたろうに。聴覚の天気予報のコーナーでした。遊んでいるから援軍が来ちゃったぞ。左から来た部隊はほぼ殲滅した。あとは情報の部隊だけだ。さらに加速。刀剣の援軍のおかげで、兵糧庫を攻めに行ける。
妖術をちゃんと使ってくるのね。これはまずいぞ。守りきれるか不安になってきた。次々と散っていく刀剣軍。聴覚と情報が残っているが、どのタイミングで攻撃しようか。ついに対象が動いたぞ。好きにするがいい。さあ、あと数日で式がなくなるぞ。貴様らの負けだ。カクトさん、尺の無駄です。やるやん。わははは。戦後処理ですね。かなり投用できました。今回の動画はここまでです。終了時点の覚醒力はこちら。聴覚と過信の差が大きく開きました。尊敬も徐々に強くなっています。我らが甲虫もようやくまともな勢力になりました。その後、孫権、龍炎がすかさず動きます。甲金族の敗戦が続きます。勢いに乗る孫権でしたが、甲金族も体制を整え、この戦争はなんとか守りきりましたが、領内の兵を動かした結果、我々にも攻めるチャンスが訪れます。軍備はすでに整っているので、北陽、平原の順に攻めます。車両が3つに増え、ようやく大きく羽ばたく時が来ました。その後、甲金族、刀剣を併存し、192年8月に、天下が4つに分かれます。最後に4つの勢力を紹介をします。まずは龍炎です。甲孫さんと南皮を落とし勢力を広げています。続いて孫権です。徐州から陽州を手中に収めた孫権は、武将も兵力も大幅に強くなっています。次に家臣です。兵力はダントツのトップです。大陸のほぼ半分を支配し、大将軍としての威厳を保てるほどです。最後に甲虫です。弱小だった甲虫も今や大きくなりました。兵力も20万を超え十分な成長を遂げています。黄金の乱が終わり、いよいよ第2章の幕開けです。甲虫プレイはどうしても序盤に時間がかかり、他の勢力が強大になってしまいます。しかし、ここまで来れば、そう簡単には負けません。この後の全国統一はぜひともご自分の手で、掴み取ってください。今回の甲虫で一人でできるもんシリーズは終わりです。ご視聴ありがとうございました。